はい、ステップメール構築合宿参加者の皆さん、そして日刊、メルマガ継続30日クラブの皆さん、お疲れ様です。ネオファイナンシャルプランの藤井です。今日もこの動画アクセスしていただいてありがとうございます。今日はですね、皆さんに、僕のね、最後の課題を出していこうかなと思っています。結論から言うとですね、16日、17日のメールマガジンは、音声コンテンツか動画コンテンツを使って配信をしてくださいという課題を出します。で、これなんでやるのかっていうとですね、その皆さん、もう情報発信者になるわけじゃないですか。これだけ毎日やってもらってますし、30日もこのまま多分継続すると思いますよね。みんな誰一人脱落することなくできると思うんですよ。で、言うとですね、情報発信するイコールですね、有益なコンテンツを毎日提供するっていうことですよね。なんとなくもうだいぶそれが皆さんつかめてきたんじゃないかなと思います。有益なコンテンツって何ぞやみたいな話をすると、情報だったりとか、そのサービスですね。サービスといってもカウンセリングするだけでサービスだったりしますから、そういうものだったりとか、体験ですね。体験、一緒になんかこう、LINE のやり取りをするのもある意味体験ですから、こうチャットのやり取りとか、言うとメールマガジンで返信くださいとかアクションくださいっていうのもこういうコンテンツですよね。はい。で、世の中の役に立っていくっていうことであれば、毎日30日ね、これ僕もこの30日、継続したの初めてなんですよ。なので、すごく一緒に、ね、皆さんと素敵な体験できて嬉しいなと思うんですけど、やっぱりギブギブの精神でこう、ね、どんどん与えていかなきゃいけないわけですね。で、その情報発信の中で、だからこう毎日価値があることを自分で考えて、今日ネタどうしようかと考えてるじゃないですか。これがすごく大事だったなと僕自身は思ってます。で、それが毎日価値提供として、あなたにしか救えない人がいるっていうのはセミナーでもお伝えしたんですけど、そこがあるからこそ、あなたが出す商品とかサービスが、ここっていう時にですね、売れていくわけじゃないですか。なので、やっぱりこのギブギブの精神って忘れないでほしいなと思うと、その上でなぜこの動画とか音声をやった方がいいかっていうとですね、よく聞いたことあるかもしれないんですけど、情報受信者のですね、5段階のステップっていうのが、あるわけですよ。5つのステップとか、こうステップつけるの僕好きなんで、なんですけど、でも実際そうで、第1ステップっていうのが、その文字情報で情報収集することですね。割とライトな感じで、見てみようかな、みたいな。とか、雑誌とかも。文字情報で行くじゃないですか。はい。で、なんか興味湧いてきたら、もっと見てみたいなとか、この人も知りたいなっていうことで、第2ステップとしては、メルマガで言うと、音声とか動画、のコンテンツになってくるわけじゃないですか。言うと、文字だけだったら、視覚的な情報の取り方になるのが、動画とか、音声に入ってくると、目で見る視覚ですよね。そして、耳で聞く聴覚ですよね。で、動画であれば、その人の雰囲気っていうね、っていうと、これは第六感みたいなところにあるかもしれないですけど、この人が本当にどういう人かっていうのが、こう、動画を通じて分かるわけですよ。で、私はちょっと顔出しができないっていう人もですね、僕の生徒にはですね、ぬいぐるみをこう置かせてですね、iPhone を撮りながら、撮りながら、その、横でですね、声を入れたりとか、してるわけですよね。なので、顔出しができなかったら別にそれはいいんですよ。ただ、有益な価値さえ提供できればいいっていう観点から言うと、やっぱり顔出してるのが、なんていうか、こう、より親密味も増すし、なんか親近感も湧くじゃないですか。なので、できない人はそうやってやったらいいかなと思うんですよ。あとは、その、キャプチャー画像ですね。パソコンに映っているのを動画で配信する。皆さん、バンディーカムっていうフリーのソフトがあるんで、これ10分までは無料でね、画面にある、この画面のね、動きの、要は、見たことあると思うんですよ。パワーポイントの音声セミナー。ああいうやつですね。ああいうのでもいいと思います。で、第3ステップはですね、セミナーとか個別の面談ですね。ここはセミナーなんで、視覚、聴覚ですね。
ですね。で、あとは握手とかしたら触覚も来るじゃないですか。で、まあ、匂いがどうかっていうのはあれですけど、例えばそのすごい綺麗な女の人がね、セミナー講師で先生のとこ近づいていったらいい匂いがしたとかって言ったら、なんかバッとキッとするじゃないですか、男だったら。で、女性だったらなんかこう、サッカー選手とかね、見に行ったりとか、有名人見に行って近くに行った時にふわっと香水が匂ったとかって言ったら、なんか違う感情が浮かぶのって皆さん体験あると思うんですよ。なので第、3ステップとしてするならば、そういうところかなと思うん で第4ステップですね、僕はこう体験を共にするってやつだと思うんですよ。っていうと、もう五感はもうフルで使います。で、最後の触覚、触覚じゃない、味覚ですね。はい。お食事するじゃないですか、一緒に。で、皆さんとも僕は一緒に、その合宿にも行ったし、ご飯も食べたし、酒も飲んだし、僕もゲロ吐いてセミナーできなかったみたいな、その体験が一緒になるでしょ。なので、なんかそれはすごくいいじゃないですか。で、よりその情報の吸収力も多くなりますよね、やっぱセミナーとか。体験を共にするっていうと、懇親会もありますし、合宿もそうですよね。はい。食事も一緒にできたりするとよりいいのかなと思うわけですよ。で、第5ステップですね。最終的には皆さんね、こういう僕と関係とか久保さんとの関係とかっていうことを考えていくと、苦楽を共にするっていうことだと思うんですよ。で、苦楽を共にするっていうことはですね、まあ、わかりやすく言うと、コンサルに入るとか、まあ、要はコンサル、皆さんで言うとコンサルを取るってことですね。先生になるってことです。あとは、弟子入り。だからもうコンサル生に迎え入れるっていうことですよね。あとは、デッチ奉公っていうのがね、あるわけです。デッチ奉公。デッチ奉公っていうのは、ご存知のように、自分の時間とお金を全部その人に預けていくわけじゃないですか。で、1円ももらえないですよね。まあ、最低限の食事とかそういうのができるとは思うんですけど、っていうと、第1から第5を考えていくと、ステップが上に増せば増すほどですね、その要は価値の度合いがでかくなる、イコール金額がでかくなるってことですよ。なので、マスターマインドとかっていうマスターマインドのメンバーっていうのは高く大きなね、お金を払っていただいてますし、やっぱりセミナーに行って、メルマガとかって無料で行けるでしょ。音声もメルマガ内で無料なんだけど、セミナーとかのお金がかかるじゃないですか。で、体験を共にする合宿、皆さんお金払っていただきましたよね。そして、まあ、コンサルに入るっていうところですね。コンサルに入るとやっぱりその普段のお金が提供できるわけですよ。で、やっぱり皆さん最後はそのコンサルにね、取っていくっていうことで価値の提供ができると思いますし、その流れでですね、たくさんのリストを取っていただいて、まあ、アフィリエイトをかけたりとか、自分のコンテンツ、マイコンテンツを売ってみたりとかができるじゃないですか。で、最終的には、体験を共にして、最後は苦楽を共にするっていう流れになるので、こういうね、イメージをぜひしていただきたいなと思う第2ステップで皆さんが、日刊メルマガを見てですね、なんでみんな動画配信しないんだろうとか、音声出さないんだろうとか、せいぜい多分藤本さんぐらいですよね、できてるのは。はい。なので、最後のね、16日、17日、ちょうど1ヶ月経つタイミングなので、2日間ですね、音声、だから文字もいるし、音声とか動画も撮らなきゃいけないしっていうので、もう一段階、ね、ステップアップをしていただきたいなと思います。ということでですね、16日、17日、その準備、どういうネタでいこうか、なかなかね、いきなりできるもんではないので、準備をしっかりしていただいて、で、ちょっと私は難しいなっていうことであれば、リーダーの方にね、個別にチャットをしてあげてください。そしてリーダーはそこに関してまた教えていただきたいなと思いますし、16日、17日のね、チェックも最後までしていただきたいなと思います。ではですね、皆さんの次のね、ステップに上がっていくところが僕はすごく楽しみにしてますんで、よろしくお願いしたいなと思います。はい。では、また、どちらかでお会いしましょう。失礼します。